皆さんこんにちは、今日は牧草の収穫作業です。今畑に向かっております。今日は大きく分けて3箇所の畑を草を集めていきたいと思います。ここの畑は一昨日草を刈りました。そして今日機械を使ってこのように草を集めました。筋状に並んでます。これをこのロールベーラーを使って丸く集めていきたいと思います。今年2回目の牧草収穫、2番層の収穫になります。それでは始めていきたいと思います。私の家では年に3回牧草の収穫をすることが多いです。今回が2回目の収穫、2番層の収穫となります。1番層が大体5月の下旬から6月の上旬、そして2番層が梅雨明け直後というのが今、7月下旬から8月上旬、そして3回目が9月下旬から10月ぐらいという感じに分けて、年に3回、基本的には3回収穫しています。この牧草の収穫というのは結構天気次第なところもあるので、予定通りにいかないこともあります。この2番層の収穫も、順調にいけばお盆前に終わると思いますが、天気次第で、なかなか順調に進まなかったら、お盆中も、作業することになると思います。畑もこのように坂なので、この道路、これを排出するとき考えて排出しないと、この先に以前落としてやったことがあるので、そこを気をつけて作業しなければいけません。
東北地方も梅雨明けして最近はすごく天気が良くて気温もかなり上がってます。今日の予想最高気温は34度と言ってました。外はすごく暑いですが、このトラクターの中はエアコンが効いてるので快適です。すごい天気。気温も高くて天気もいいので、2日前に刈った草は結構乾燥してます。登りがすごい。あるのでこれも集めていきます。場所に移動します。はい、本日ラストです。分担して作業しております。この機械で、集めた草を運びます。
草丸木はこれで終了です。はい、続きまして、今運んできているロールに白いラップを巻いていく作業です。はい、ということで、今日収穫した牧草はこのようにラップして全て積み終わりました。我が家ではこのようにして、牛たちに食べさせる牧草は全て自家生産しております。天気がいい日はあと半月ぐらいこの作業が続くかなと思います。今日も天気が良くていい牧草が収穫できて、最高です。だいぶ涼しくなってきました。夕方です。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。